はい、どうも柳田です。本日東京マーケットの倉庫に来ておりまして、さっきまでねこう一人で新年一発目の動画を撮ってたわけなんですが、夜なので誰もいません。そして東京マーケット今僕がこう独占している状態となりますので、普段こうね競りの日だと他の参加者さんとかいて取れないようなものが取れるなということで、一人で撮影していきつつ、まあ東京マーケットなんか紹介していったりしつつ、商品の解説なんかもねできればなと思いますので、興味がある方はチェックしていってください。では行ってみましょう。はい、まず入り口を入りまして、このね正面のこの部分、ここでいつも火曜日は競りが開催されております。こっちから荷物がどんどんこう出されて、このテーブルに広げられていって、このテーブルをですねこうぐるりと囲むような形で買い人さんが、参加者の方が座って、こっちは立ち見の状況、こっちは立ち見しながら商品を見て競りをするということをやっています。誰もいません。はい、そして競り台から反対側、こっちの方に行くと右手に事務所があります。はい、ここね競りの開催日なんかには、スタッフの方いらっしゃって、登録とか、支払いとかそういうのは全部ここでやっておりますので、初めて来られる方はここで新規の登録を行ってください。はい、そしてぐるっと進んだこっち側、ここにはお手洗いがあります。はい、で反対側、この反対側には流しがありますので、ここで手を洗ってください。さあ、ということでどういう商品があるのかを見ていきたいと思います。まあまだそんなに荷物が入ってないような状況なので、そんなあるかな、めぼしいものが、見ていきたいと思うんですが、まあまずですね、こうパッと目についた、これスキーの板ですね。時期的な季節感のある商品なので、冬はすごい売れるのかもしれないですね。ただまあ送料がかかる、結構サイズが大きいんで、売れても送料が結構かかるというのもあって、かさばるというのがあって、僕はあんまり自分では取り扱ったりはしません。はいはい、そしてこういうやつ、日立加熱水蒸気オーブンレンジ MRO JT231 ホワイト、はい、ヘルシーシェフというやつですね。はい、これを見た時にまず考えなければいけないのがですね、そもそもこれ箱と中身が一致してるのかという点ね。これ箱はこのオーブンレンジの箱なんだけど、中身全然関係ないものが入ってたりなんかします。なので家電だから型番で相場検索すればいいやと思いつつ、これだけ検索してもあんまり意味なかったりするので、中身が一致してるのかというのを確認する必要があるということですね。はい、ということで開けてみたら着物が入っていましたオーブンはありませんでした。はい、なのでこう箱だけ見てね、あ、これいいじゃんと思って型番検索しても意味がなかったよねというね、いい典型的な例となりました。中身は着物です。だから中実際に商品があるというのを確認してから型番で検索するというのが段取りがいいのかなと思います。そしてですね、実際に開けてみてなんかレンジっぽい、それっぽいものがあるなというふうに思っても、中のレンジと外箱の型番が全然違うと、物が違うという可能性もありますので、そこも注意が必要です。じゃあ次この箱見てみましょう。お、ゲームソフトと DVD が入っていました。これはですね、いつも通り道具市場ですので山売り、これ一箱まとめて競りにかけられるということになります。これファミコンのソフトいいですね。箱もあるし説明書もあればなおいいという感じです。ゲームソフトなんかを扱うとき、まあ、CD、DVD もそうなんですけども、注意点としては本当に中身が入ってるのか、
これは、めぼしい商品、自分が欲しいと思っている、ものがある場合はですね、確認しておく必要があるということですね。はい、ちょっと開けてみましょうか。ちょっと開けてみましょう。入ってる。入っています。はい、そして、まあ、もちろん傷のチェック。お、意外と比較的綺麗というか、かなり綺麗ですね。いい感じです。はい。じゃあ次は何かあるかな。これ古着の山ですね。おそらくまあこれ火曜日の売りというふうになっているので、まあ一袋まとめてとか、下手したら全部まとめて一発で競りにかけられるというような感じですね。なので一着でもいいものがあれば、その金額で元が取れちゃうという可能性がありますので面白い。まあこういうの古着がね、好きな人はいいんじゃないかなと思います。で、ミッキーがいて、これはですね、バーバリー柄なんだけど、バーバリーではないという、いつものお決まりのやつだから。こういうのバーバリー出してませんからね。はい。あとは、これはなんかでっかい絵があるんですけど、これはまあパッと見素人が描いてそうだなというのが第一印象で、まあ趣味なのか、芸術大学とか専門学校みたいなとこの課題で書いたのかなみたいな、そんな雰囲気がありますね。うん、2枚あるけど。まあ価値としてはそんなないんじゃないかな。まあわかんないですけどね。難しいところです。はい、次、スタジオライト。あとまあなんか、オーディオ機器。こっちが、コンポみたいな。まあカセットテープかな。カセットコンポ。みたいなやつがあって、まあ電化製品はですね、家電は基本的に型番で検索するという感じで相場を多くファンで見てもらうのがいいと思います。はい、まあこういうのはね、本当にみんな型番で検索しちゃって、まあある程度の相場分かっちゃうんで、あんまり面白みがないんですよね。まあ、僕はあんまりなんかこう興をそがれるというか、そういう感じです。あとこれは、こっちはですね、まあ、生活雑貨の山という感じですかね。醤油とか入ってますけど。ね。これ面白いですよね。あと、ま、古本があったりして。で、これが、ぬいぐるみの山かな。まあ、UFO キャッチャーとか、お店で買ったもの含めて、ぬいぐるみの山という感じですが、これはどちらかといえば輸出向けの商品になるのかなと思うので、そんなに値段はいかないんじゃないかなと思うんですが、ただまあ、ものによっては、特にディズニーランド、ディズニーで売ってるようなぬいぐるみ系がたくさん入ってたらですね、公式のやつは高かったりしますね。ダッフィーとかさ、あの辺のやつ。まあ特にそんなプレミアがついてるっていうのはないと思うんですけどね、まあテディベアで高いのがあったら、面白いなっていう感じですが、ちょっと新しい感じなので高いものはあんまないでしょう。海外の輸出業者さんが買うんじゃないかなという感じですね。うん、はい、これこれはですね、この間矢吹さんが動画で言ってたんですけれども、今後東京マーケットではこのレールを使ってですね、このレールを使って商品をシャーって流して、みんなが見れるような、全部の商品を見れるような形を取っていくということを言ってましたので、それのパーツです。楽しみですね。はい。あとこっちは木曜日のブランドアパレルの会の商品かな。これはですね、まあカバンの山かな。カバンが入ってるんですけど、カバンはですね、お盆に全部出されてテーブルを流すというような形を取りますので、すべての商品が見れるような、参加者の人が見れるような形を取られると思います。あの奥のホースはちょっとよくわかりません。はい、これ。これも古着の山かな。こっちはタグついてますね。ユニクロの新品ですね。まあ木曜日に売るのか、火曜日にこれまとめて売っちゃうのかっていうところで、まあどっちもありえそうなんだけど、そんな感じになっています。まあメルカリ何気にですね、売れ筋ランキング上位にいつもユニクロがこうね食い込んでくるので、本当はねちゃんと1枚ずつ売れば結構売れるんじゃないかなっていうのがユニクロだったりするのかな。うん、まあ手間かけれる人はいいと思います。新品だし。
はい、こちら雑器類ですね。まあ、箱のない食器関係、まあ、中古のやつをね、こうやって衣装ケースに詰めて、これね、買い取りに行った時にね、出てくるんですよ、こうやって。家でこう使ってた食器処分したいということで、まあ、おそらく買い取りの際はほとんど値段つけないで、下手したら無料回収みたいな感じで引き上げてくると思うんですけども、こういうのをこうまとめてね、こうやって売っちゃうと。大体海外の人が買います。輸出業者の人がこういうの買って、あっちで売ると。はい。あんまりまあこれも国内需要はそんなないのかなと思いますね。中古品なんで、売るのは結構難しい。まあ、たまにこういいものが入ってたりしてね、それが売れるということがあるんですけど、まあ見極めは難しいですね。それ1個のためにこれ全部買っていかなきゃいけないということもあるので、まあ、かさばる、手間もかかるゴミはどうしようみたいなね、そういうのも考えなきゃいけないので、その辺結構難しいかなというのがあります。まあ、僕昔こうやって山で買った食器の中にキリコの作家名が入ってるようなやつがあって、それ1個で 1,2 万ぐらいで売った記憶が、経験があるので、まあ、たまにはね、たまにそういうのがあったりします。なので、まあ、こうまぐれでそういうのを狙うというよりかは、そういうのが中に入ってるというのを確信した上で、分かった上でちゃんと買うというのが綺麗な道かなと思いますね。はい、まあ、あとは洋服があったり、消火電が入ってたり、まあ、こんな感じということですね。はい、ということで、今ざーっとこう見てきたわけなんですけれども、まあ、ちょっとまだ商品がね、少ないので、あまり解説できるものがそんななかったんですけれども、今説明してきたようなポイントに気をつけながら、初めての人は相場検索してみてください。でこれね、東京マーケットもですね、まあ、競りの当日になったらですね、この今空いてる空間、すべてに商品がね、こう、ずらーっとパンパンになりますんで、そしたらまたね、いろんなこう視点から、相場検索できたり、自分が気になったものが見つけられればなというふうに思います。まあ、いつも言ってる通りですね、山売りを買ってればですね、結構リスクは小さいと思いますので、山売りのね、その転売の方法、これについて、まあ、よく分かんないよという方はですね、今チャンネル登録をして僕の他の動画もチェックしてみてください。まあ、リスクをね、最低限抑えつつ仕入れて転売するというのをやってみるのがいいと思います。はい、当日はですね、これね、商品がいっぱいになった状態で相場検索することもできますので、初めての方はですね、開催日の開催時間のちょっと早い時間、来て、そしてこうダーッと相場検索してみるというのがいいと思います。自分が気になる商品、まあ、専門的なこのジャンルだけに絞って探すぞというのもいいかもしれませんが、それだとですね、機会損失というか、例えば今日のケースで言うと、カメラ買いたいなと思って、私カメラの専門家ですと言って来ていたとしてもですね、今のところカメラらしきものは一個もなかったわけで、そうするとですね、こうせっかく来たのに何も買えなかったよとなるので、それがすごい難しいのかなと思います。なので、いろんなジャンル、最初はカメラだけでもいいかもしれないんですが、やっていくうちにですね、いろいろこうジャンルを増やしていって、こういろいろなものにチャレンジしてみるというのがいいと思いますので、参考にしてみてください。ということで、次は東京マーケットのここ、現地でお会いしましょう。では、じゃあね。